赤松凛太郎がお送りするピアノ指導者のためのレッスン動画。生徒さんが時間やシチュエーションに影響されずに日々の練習を続けていくために電子ピアノを有効に取り入れていく必要があります。この番組では電子ピアノでの練習法をレクチャーしていきたいと思います。こんにちは、赤松凛太郎です。ピアノ指導者のためのレッスン動画。この番組では本番に向けた日々の練習で電子ピアノの効果的な練習法や生徒さんへのレッスンアドバイスをセルビアのグランドハイブリッドを用いてレクチャーしていきます。第4回は先ほど演奏しましたガルシア作曲のダンスを用いてレッスンをしてみたいと思います。今回の演奏曲であるガルシアのダンスでは多彩なタッチが要求されます。とりわけ躍動感を表すスタッカートの音質感、そして歌う時のレガート感、この対比がすごく曲に新鮮さを与えています。そこを中心にレッスンを進めていきたいと思います。この曲の特徴になっているのが第一テーマなんですけれども、左手のこの和音によるスタッカートって非常に難しいんですよね。で、縦が揃っていたとしてもこのドとミの音、レとファの音、この3度でバランスが良くないとやっぱり美しく響かないんですよね。少し脇を開くと5の指と3の指が等しい長さになる。じゃあちょっと置いてみてください。まずはそう、脇を締めてみてください。そうするとちょっと弾きにくいよね。それを脇を開いてみると5の指と3の指がちょうどフォークのようになる。それでタッチしてみましょう。 それでアクセントがつかないようにするためにはどうしたらいいかというと、この手首の高さを絶対に鍵盤と水平にしておく。そしてタッチする前に指をフォームを変えてからタッチする。そうなので必ず打鍵前準備というのが必要になります。というふうにスタッカートをするときには必ず和音単位で考えないといけない。で、和音同時に弾いているようでもやっぱりその和音の中での音のバランスというのが大事になります。必ず上の音がちょっと明るく出ることによって和音が立体感が出る。綺麗ですね。ありがとうございます。今すごく良くなりましたね。それでピアノだったらここまでリズムの甘さって出ないんですけれども、電子ピアノで弾くときにはこの自分が弾いてる音が本当にリズム通り弾けてるかっていうのはすごくいい勉強になると思います。それでですね、次右手の話をしましょう。ドレミファソラシレドシラソファミで、これ2つ目のポイントなんですけれども、まず大事なのは最初の音量、何で始まっているか。これはメッツォフォルテから始まっている。それに対して2段目は1オクターブ上がったときはピアニッシモから始まっている。このクレッシェンドが始まる時の音量というのがすごく大事。